はい、それでは間もなくお時間となります。開発トラック3、次の、次の講演に、株式会社 CRI ミドルウェアの、梅田浩二様に、講演いただきます。タイトルは Android サウンドの可能性ということで、ご講演をいただきます。それではよろしくお願いします。CRI ミドルウェアの梅田浩二と申します。よろしくお願いします。本日はですね、Android サウンドの可能性ということについて講演したいと思います。最後までお付き合いください。それではですね、まずちょっと実際の講演に入る前に簡単に、CRI ミドルウェアという会社について説明をしたいと思います。ですね、弊社映像と音声を専門としたミドルウェア会社でして、主にゲーム機向けのミドルウェアを開発してまいりました。古いところから言いますとですね、セガサターンの時代からずっとやっておりまして、最近ですと、発表のありました PS ビータですとか、サンディエス、プレイステーション3、Xbox 360といった幅広くですね、ゲーム機向けにミドルウェアを提供してきました。で、本日はですね、いくつかデモが出てくるんですけども、うちのその製品である ADX2 を使用して実際には説明をしたいと思います。で、ADX2 についてもですね、簡単に説明いたしますと、サウンドとファイル読み込みのミドルウェアになってまして、中身の構成としましては、PC 上で動作するサウンドの統合サリングツール、弊社ではCRI アトムクラフトと呼んでいますけども、PC 上で、音作りができるツールが一つあります。で、実際にはですね、その PC ツール上で作ったサウンドデータを例えば今回ですと Android 上ですね、各実機で再生するためのランタイムライブラリー、主に音の再生に関してはその2つ の, システムを使ってですね、実現いたします。で、あとですね、データの高速読み込みということで、ファイルマジックプロといったそういったソリューションも一緒に入っております。ADX2 に関してはですね、昨年7月に発表してからですね、すでに現状発売済みの採用タイトルもいくつかございます。ということでですね、繰り返しになりますけども、ADX2 を使用しながら今回は講演したいと思います。では本日のセッションですけども、大きく3つのテーマで説明したいと思います。まず1つ目はですね、容量を増やさずに音の種類を増やすには、サウンドバリエーションのお話をまず1つ目にやります。で、2つ目はですね、実際その効率的にサウンドを作り込むにはという題材について、インゲームプレビューという機能について、インゲームプレビューというその実現の仕方について説明したいと思います。これは詳細また後ほど説明いたします。あと最後はですね、音が遅れて出てしまうけど、サウンドレイテンシーということなんですけども、これだけだと今何か何だか分からないと思いますけども、後ほどこれも説明いたします。ではですね、まず最初に、容量を増やさずに音の種類を増やすには、これについてですね、説明をしたいと思います。はい、ですね、じゃあ実際このゲームとかそのアプリケーションを作っていく際に、音というのは必ず出てくるものだと思いますけども、実際作っていくとですね、音が1種類とかだと非常に寂しくなっちゃうわけですね。ゲームとかですと、例えば FPS のゲームとかで何かそのキャラクターが銃を撃つと、でその時に銃声音が鳴ると思うんですけども、一種類だとつまんないんですよね。例えば武器が変わるたびに何かその銃声が変わるとか、同じ武器を使っててもその撃つたびにですね、音が変わったりして、結構豪華にしたいなという要望は絶対出てくるんですけども、ただ今ここに図に書いたようにですね、例えば銃声音が1つあって、これが 1MB ありましたという話があったときに、これを単純にですね、5種類増やしてしまうとですね、銃声 A から E までで、単純にかける5で5メガになっちゃうんですね。なので、音を豪華にしたいという要望はあってもですね、安直にやってしまうと容量が増えてしまったり、あとですね、実機に持っていたときにメモリーサイズが増えてしまったりとか、いくつかのその課題が出てくるんですね。で、そこで、提案したいのがですね、次のページのこの図なんですけども、最初に用意しておくのはその左側に書いてある銃声音を1つと、
で実際にはですね、リアルタイムに磁気側でソフトウェア的に処理を、まあ、イベントを5種類入れることでですね、5つの全く違う音を生み出そうじゃないかという感じになります。でこれを使うとですね、もともとその1つの純正音のファイルがあったとしてもですね、イフェクトの種類を増やせば増やすだけ音の数を増やすことができるんですね。だそうするとファイルを増やすことなく、まあ、イコール容量を増やすことなくですね、音の種類が増やせると。で、Android ですとそのイフェクト処理にかける、まあ、これソフトウェア処理と書いているので CPU の時間を使って実際実現するんですけども、Android、まあ、性能がものすごいいいので、単純に例えば今ここに書いた5種類のエフェクトぐらいだと何となくこなしちゃうんですね。なので Android のパワーですとこういったことも実現方法としてあり得るなということを考えています。ではですね、実際どうやって増やしていくのかというのをデモで、見せていきたいと思います。ちょっと1回パワーポイントからですねツールの方に行きたいと思います。少々お待ちください。今ちょっと PC 用にツールを立ち上げてみたんですけど、少し冒頭で説明しましたその弊社で ADX2 のツールになるその Atom Craft というツールですね。簡単に概要だけこのツールについて説明すると、この Atom Craft 上では音の元となる波形データをいくつか登録することができます。で登録するだけじゃなくてですね、このアトムクラフト上でいろんなエフェクトをかけることができるんですね。例えばピッチを変えたりとか、リバーブをかけたり、エコーをかけたり、そういったことができるんですけども、そうやってアトムクラフト上でつけたそのエフェクトと、プラス波形データをですね、最終的には一つのパッケージ、ファイルにしてしまって、それを Android の端末にコピーして、Android 側の、まあ、ADX のライブラリーで、再生すると実際にこのアトムクラフト上で付けたエフェクトがそのまま再生されるというそういう仕組みになっています。で今回はですねちょっと時間の関係から磁気側の再生のデモはちょっと省略いたしまして、このツール上でどうやって作っていくかっていうところだけ説明したいと思います。ではまずですねプロジェクトを最初に持っていきたいと思いますけども、純正音を例に挙げましたので、純正音を実際に登録してですね、説明したいと思います。まあ、このようにですね、今単純にこのプロジェクト内にある純正の音をですね、040ガンショットという名前で登録しました。まあ、単純に1種類のその純正音が単純になるものです。でここからですね、いろんなちょっとバリエーションを作っていこうかと思うんですけども、まず、ちょっとコピペしてみたんですけども、下に040ガンショット0というのが生まれたと思います。で、まあ、これはですね、040ガンショットとガンショット0は同じここに登録されている波形データ、これは全く同じファイルを参照してるんですね。ただですね、ガンショット0の方を例えばピッチを変えたりすると全く元は同じファイルなんですけど、まあ、このようにですね、全然違う純正になったと思うんですね。でさらにどんどん増やしていくとですね、今度このピッチを高くしてみましょう。ちょっと鈍い音になったかと思います。で今ここに流している3つの音はですね、それぞれ全部同じ配置なんですけど、結果として出てきている音は全部違うことがお分かりいただけますでしょうか。でこうすることでですね、元は同じファイルなんだけど、エフェクトのパラメータを微妙に変えてあげることで、今3種類の純正音が出てきたと思うんですけども、まあ、そうやってバリエーションを増やすことができるんですね。でちょっと応用的なところでいくとですね、040ガンショット2というものが生まれたと思うんですけども、じゃあこれはですね、ピッチをランダムに再生したいと思います。こうするとですね、再生するたびに音が変わっていることがお分かりいただけますでしょうか。
ですね、そのピッチのパラメーターにランダマイズっていう属性をかけて、あのピッチの値が今ここに少し、濃い緑になるのかな、エメラルド色になるんですかね、この範囲でランダムに値が再生するたびに変わるというようなデモをやってみました。まあ、こうすることでですね、今まあ4種類の純正音が出てきたと思うんですけども、元は同じ容量なんだけども、4つの種類の音が出てくると。で、最終的にこれをパッキングして Android に持っていたとしても、まあ、元の一番大きなデータとしてはその波形ファイル1個だけですね。で、波形ファイル1個だけなんですけど、あとはその微妙なエフェクトのパラメータだけをファイルにくっつけてパッキングして Android に持っていくと、まあ、4つの音がAndroid 上で再生できるという感じになります。で、ちょっとせっかくなので応用的なやつもちょっと見せしたいと思うんですけども、雷をちょっと話したいと思います。元はですね、こういう毎回再生しても雷としては何も変わらない音なんですけども、例えばですね、これに、ランダマイズを加えると、例えばですね、音程やタイミングとですね、微妙に変わって出てくるものを分かっていただけますか。応用例になるとここまでのことができてしまいます。元は単純な雷だったんですけども、たった一つの雷の音からですね、いろんなパラメータを変えることで全然違う雷音が何回も当てたと思います。で、あとですね、もう少し毛色の違うものでいうと楽器音ですね、カリンバ、こういう単純なカリンバの音をですね、いくつかパラメータ変えると、例えば再生するたびに音階が変わるというものができたり、あとはですね、左右から再生するたびにどちらのパンニングですね、左から出るか右から出るかということすらもランダムで今出してみたんですけども、まあ、微妙な音程も変えたりしてですね、こういったこれ一つのファイルなんですけども、こういうそのいろんなバリエーションの音が出すことができます。で、さらに応用的にタイムライン上にこのようにカリンバをいくつか配置してですね、実際再生する、これそもそも一つの波形データからやってることなんですけど、このようにですね、全く違う音が、全く一つのその元々は同じファイルなんだけども全然違う音が出てきたかと思います。まあ、このようにしてですね、Android 上では割とその容量を増やさずですね、サウンドの種類を増やしていくっていうのは、ある種実現可能なレベルじゃないかなと考えております。じゃあここでサウンドバリエーションのデモは実際に終わりにしたいと思います。じゃあ以上でですね、この容量を増やさず音の種類を増やすにはっていう項目について、容量を増やさず音の種類を増やすにはというテーマについては一度終わりにしたいと思います。じゃあ次にですね、効率的にサウンドを作り込むにはという点について、説明したいと思います。はい。でですね、サウンドを実際に作るにあたって、先ほどサウンドバリエーション、そのサウンドの種類を増やすことに対する課題だったんですけども、次はですね、サウンドを実際に作り込んでいくときの課題になります。でですね、サウンドデータを実際更新、例えば耳の音を変えたりして、実機上の音を変えたりしようかなと思った瞬間にですね、基本的にはサウンドデータを更新して、プログラムは1回止めて、サウンドデータを転送し直して、プログラムを再実行っていう、そういうプロセスを基本的に経ない、実行しないとですね、サウンドのデータというのは更新ができないんですね。ちょっとここに図にちょっと書いてみましたけども、まず一つ目、サウンドデータの更新ということで、サウンドツールを使ってサウンドデータを新しいものに更新すると。で、カッコ2で、動作中、今動作させているその古いデータを使ったプログラムは一回停止する必要があります。
で3番目のところで新しく作ったサウンドデータを Android 端末でコピーしてですね、で4番目に再度実行という、まあ、これ一人で開発しててもこういったそのサイクルがですね踏まないとですね、サウンドデータの更新をやるたびにこのサイクルずっとずっと順繰り繰り返していくことになっちゃうんですね。でこれに対してどういう解決策があるかなと考えたときにですね、あの人間プレビューというやり方がいいんじゃないかと思いまして、あのちょっとデモを作ってみました。これに関してちょっと、ご覧いただければなと思います。今回はですね、Android の端末も実際に使ってですね、説明をしたいと思いますけども。
変わったことがお分かりいただけますでしょうか。もともとのですね、音はこういう音だったんですね。こういう音なんですね。でこれをですね、PC 上から今、ワイプアウトフィルターのドルカスをかけてみたんですけども、これをかけるとですね、このように、最初の音が変わったかと思います。でちょっとどんどん行ってみたいと思うんですけども、真ん中のこのフライパンですね、ポンポンポンって毎回同じ音が鳴ってると思うんですけど、このパンをですね、右とか左に左右に振ってみたいと思います。左から出たりすることがお分かりいただけますでしょうか。本当に通常からちょっとパラメータを変更するだけでですね、すぐさまアプリケーションに反映がいくんですね。で最後どんどん行って、この最後の内観の純正ですね。でこれに関してはちょっとピッチを変えてですね、こちらでもですね、毎回やるたびになる音が微妙に変わって出てきたと思います。はい、で最後にですね、このこのキャラクターが喋っている音をですね、実際にそもそも波形データから変えてみたいと思います。波形データ、テーブルフォームの再割り当てということで全然違う音にしてみたいと思います。でちょっと波形データぐらい変えるほど大きな変更になるとですね、今ちょっとプレビューこの画面で先ほどここに接続ってついてたこのチェックボックスが落ちてたと思います。この状態はですね、波形データ変えるほど大きな変更になるともう一回バイナリ転送が必要だよということで、もう一回つなぎ直す必要があるんですね。ちょっと一回つないでみます。この状態でもうすでにつながった状態ですね。でこれでですね、再度キャラクターを触るとですね、このようにですね、全然さっきと喋ってたことが違うことがお分かりいただけるかと思います。こういう風にしてですね、今もう本当にこの操作の中でアプリケーションはもう全く落とさずに動かしたままずっと調整してたと思うんですけども、こういったことがですね、Android 上でも可能になるんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあここで一回デモが終わりたいと思います。はい、じゃあ再度パワーポイントに戻ってですね、いきたいと思います。改めてですね、インゲームプレビューとはというところについて説明いたしますと、簡単に言いますと、その Android 上で実行中のですね、プログラムに対して、PC 上のツールから直接サウンドを調整する機能です。ちょっとさっき中身の構成はそんなに説明しなかったんですけども、大きく構成としましては、先ほどお見せした Windows PC 上で動いているその Atom クラフト、この、PC 上で動かすのはこのツールだけですね。で一方、磁気側はどういう形になっているかといいますと、一番下に Atom ライブラリーというのがありまして、こいつが実際に音を鳴らしたりするところですね。でその1個上にプレビューライブラリーというのが入っていまして、実際にはこのプレビューライブラリーが PC 上のツールと通信をしてですね、Atom クラウドから何かパラメータが変更されたとか、そういったところの状態を検知して、下の Atom ライブラリーに反映すると。こういった構成で、実際に先ほど見せたそのデモのようなインゲームプレビューを実現しております。で直接その調整できる、オーサリングできる機能としまして、ゲーム中で の, その音声の差し替え、先ほど女の子が喋ってる声がありがとうという音になったと思うんですけども、ああいったことや、ピッチを変更したりする再生パラメータの設定だったり、あとそこまでお見せはできなかったんですけど、再生タイミングの調整であったり、距離減衰カーブの設定、エフェクトパラメータの調整といった、基本的にそのサウンド調整するため の, 変更というのは全部反映が可能になってます。でですね、インゲームプレビューを実際に導入すると、大きく3つほどメリットがあるかなと思っています。単純にまず1つ目はですね、サウンド調整の手間を大幅に削減できるかなと思っています。
冒頭で示したようにサウンドデータ、インゲームプレビューを使わずにサウンドデータを変更しつつ音を変えようとするとですね、毎回データを更新するたびに実機に転送し直して再度実行というのが必要になってくると思うんですね。そうするとですね、ターンアラウンドとても短く、ターンアラウンドがですね、試すその時間というのがどんどん長くなってしまうと。で、インゲームプレビューを導入すると、そのターンアラウンドの時間がですね、ものすごく短くなるんですね。あと音の重なり、その BGM とセリフが同時になった場合のその聞こえ方とか、そういったのもゲームそのままで確認できるので、非常にやりやすいかなと思ってます。で、2つ目はですね、ちょっと内容かぶってしまいました。ゲームそのままのサウンドで調整可能。実際単音で聞く場合とゲームそのもので聞く場合では聞こえ方がですね、多分全然違ってくると思うんですね。BGM だけで聞いてた場合、セリフだけで聞いてた場合、それが多分その単体ごとに音を調整することは可能だと思うんですけども、実際じゃあ BGM とセリフが同時に重なった時に、BGM がちょっと大きすぎたねとか、かえってセリフが小さすぎたとか、そういったことが出てくるんですね。で、その度にですね、パラメータを変更して実機に転送なんてやってるとですね、もう時間がかかって仕方がないと。で、そういったのもですね、最終的なゲームそのままのサウンド環境で調整が可能になります。で、先ほどお見せしたようにですね、プログラム修正なしに調整が可能なので、ちょっとデモで見せるのを忘れてしまいましたね。例えばさっき BGM のボリュームを下げたんですけども、例えばもうこの音自体を一時的に消してあげたい、ミュートしたいっていうようなことも実際には可能です。で、最後3つ目は聞き比べが容易ということで、先ほどはそのアトムクラフトで調整したパラメーターっていうのがすぐさま反映されたので、元の音とその変更後の音っていうのが簡単に聞き比べができたと思うんですね。ただ実際にもし使わずにですね、データ転送だけでやってしまおうと思うとですね、前に聞いた音を確認してから実際音を更新し直して実機転送してもう一回聞き直すとですね、前の音が忘れてることが結構あったりするんですね。で、割とですね、5秒前とか10秒前に聞いた音って案外耳に覚えてなくてですね、すぐさま反映してどういうふうに変わったかってなんていうのをやっぱりすぐさま聞き比べられるのが非常に重要かなと思っています。これがものすごい簡単になるんですね。で、実際そのインゲームプレビューを組み込んだ場合のワークフローについて説明いたしますと、まずはですね、開発者さんがアトムクラフト上で仮組用のサウンドデータ、これはもう本当に最適当な音でいいので、BGM は例えば0番鳴らすとか、セリフは2番鳴らすとか、そういう適当なことだけを決めておいてですね、最初に作っておくと。で、あらかじめこの仮組のサウンドデータをカッコ2番のところでアンドロイド端末でコピーしておくんですね。で、3番目にインゲームプレビュー組み込みのゲームを起動して、これはもう本当に仮組のサウンドデータを使って音が出るような仕組みをまず最初に作っておきます。で、ここまで前準備やっておけばですね、もう以降この1から3番については実行する必要はありません。次にその4番目で、ここが実際 の作業のサイクルになるんですけども、インゲームプレビューを使った本番データの作成ということで、今下にインゲームプレビュー用のゲームプログラムが一つ見えてて、で、開発者はアトムクラフト、その PC 上のツールを使ってですね、Android 端末と通信をしながら実際に音を作り込んでいくと。先ほどお見せしたように、もうゲームプログラムを落とすことなくそのまま動かしながらサウンドは調整可能です。で、そうやって何回もですね、更新しつつ確認してっていうのを繰り返して、で、最終的に本番用のサウンドデータというのを緑色のファイルとしてちょっと示してみたんですけども、そのようにして最終的に作ったデータを出力して、最終的なゲームプログラムに組み込んで完成ということになります。もう実際にはこのカッコ4番をぐる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 実行してもらうような、そういう形になればなと考えております。実際ですね、じゃあインゲームレビューどうやったら使えるのっていう話なんですけども、Android 向けは今最終的な調整や準備をしておりまして、今制作中です。なのでこちらに関してはしばしお待ちください。じゃあ以上が効率的なサウンドデータ、効率的に音を作り込んでいく方法についてという話になります。はい、では最後に3つ目なんですけども、音が遅れて出てしまうけどということについて簡単に説明したいと思います。これは何のことか
何のことを言っているかというと、音の遅れというのはサウンドレイテンシーという言葉で言い表すことができます。よくそういう言葉を使って説明します。でそれは何かというとですね、プログラムで実際にサウンドライブラリに再生指示を出してから実際に音が出るまでの時間のことを指します。もちろんですけど、これは短ければ短いほどいいんですね。で今ここに赤線で示したこの時間がですね、サウンドレイテンシーなんですけども、実際プログラムでサウンドライブラリに指示を出してサウンドバッファーを経由して実際に音が鳴る、この時間のことですね。でそもそもサウンドレイテンシーが長いと何に影響するかといいますとですね、まずゲームを取り上げると、画面と音が合わずにですね、爽快感が得られないと。例えば FPS のゲームとかで、プレイヤーの動きや例えば銃を撃ったりするこのユーザー操作に対してですね、実際の音がずれちゃうんですね。画面ではもうすでに銃を撃っているのに後追いで音が聞こえるみたいな、そういったことが出てしまいますとですね、もう非常に興ざめになってしまいます。であとですね、下ユーザー操作と音がまず演奏ができない、これ楽器アプリ等で問題になるかと思うんですけども、実際例えばタッチして実際に出てくるまでの音のこのディレイがですね、長すぎると思い通りに演奏ができなくなっちゃうんですね。それはもう簡単にずれちゃうからなんですね。こういったことが実際には影響してくると。でこれを Android の話に持ってくるとですね、実は Android の、サウンドシステムというのは非常にレイテンシーが長いです。あくまで個人的な感想ですけども、アクションゲームや楽器アプリが作れるレベルではないことに長いかと考えています。あとで具体的な数値もちょっと出してみたいと思うんですけども、あとですね、このレイテンシーの原因というのが OS の底辺のサウンドドライバーに問題があるんですね。でここでレイテンシーが発生しているので、根本的な解決というのは非常に難しくなってます。で実際 Android のサウンドシステムどういう階層になっているかというとですね、大きく Java の層とネイティブ層、ドライバー層3つあるんですけども、Java の層はアプリケーションが動くレイヤーですね。でネイティブ層、今だと多分ネイティブ層が主流になるんじゃないかなと思うんですけども、サウンドを鳴らすためのライブラリ、OpenSLES であったり、オーディオトラックのネイティブがいたりします。で最後、その一番下にサウンドドライバーがいるんですけども、図を見てお分かりいただけるように、もうサウンドドライバー一番下ですね。ここでレイテンシーが起こっているので、もうアプリケーションからするとですね、もはや解決できないところにいるんですね。はい、であるちょっとアンドロイド端末を例に挙げてですね、レイテンシー時間を少し計測してみました。でですね、実際にどれぐらいあるかというと139ミリセップぐらいのそのレイテンシーというのがあります。で内訳を示すとですね、ドライバーがだいたい 46.44、でその1個目のオーディオトラック、オーディオクリーンが、これがアンドロイドのサウンドシステムになるんですけども、ここに90ミリの時間があります。でこの90ミリ、オーディオトラック、オーディオクリーンの90ミリはですね、どちらかというとドライバーの使用に引っ張られた際の、レイテンシー時間になるので、もはやドライバーが改善されない限り、トラックとクリーンのところでは解決ができないんですね。でこの130ミリというのはもう本当にかかってしまいます。ここでですね、ちょっとサウンドレイテンシーのデモをお見せしたいと思うんですけども、ちょっとですね、今回Android でやりたかったんですけども、Android を映し、この PC 上で映してしまうとですね、画面へ映す時のレイテンシーがそもそも存在するので、正しい見せ方ができないので、今回はPC でちょっと作ってみました。分かるとね、
レイテンシーがなかった時の音はですね、もう爆発の最初の出始めから音が鳴ってたと思うんですけど、実は今このタイミングだと爆発がだいぶ大きくなってから後追いで音が出てるような感じになってます。で次にですね、もうこのレイテンシーをさらに倍にするとですね、もう完全にこれは分かると思うんですけど、完全にずれてることが分かると思うんですけど、これ大体300ミリぐらいの音になってます。で実際はですね、先ほどAndroid 端末で130ミリずれてるという話があったんですけど、あれタッチの時間は入ってないので、実際タッチ操作と組み合わせた時には大体これぐらいのズレになってしまいます。なので、まあ、もはやですね、楽器アプリとかも作ってしまうともう全然完結ができないけど、ものすごくユーザーからするとですね、負担が残るアプリケーションになっちゃう。続けてパワーポイントいきますと、レイテンシー問題の解決手段、まあ、根本的な解決が難しいという話をしましたけども、全くないわけではないんですけども、まあ、大きく2つ挙げてみました。で1つ目はですね、ソフトウェアミキサーを使用しない、言い換えるとですね、オーディオトラック、この回のサウンドライブラリに対して鳴らしたいときに再生と打って、使わなくなったら停止するというやり方を取るのが一番短くレイテンシーを削減できます。間にですね、ソフトウェアミキサーを入れてしまうとですね、オーディオトラックに対してあらかじめ再生を指示しておかないといけないんですね。で基本的にサウンドシステムの再生というのはベルトコンベアみたいなもので、1回再生指示を出してベルトコンベアが動き始めるとですね、もうこのベルトコンベア上の一番後ろにデータを積んでいくしかないんですね。ただ実際にそのベルトコンベアに積んだデータが、音が再生できるまでに、音が再生するところまで行き着くにはですね、ベルトコンベアのビーッと、動く、その最後にその端っこから端っこまで動いたときに初めて音が鳴るという、まあ、そういう感じになってしまいますので、ソフトウェアミキサーを使用すると事前にベルトコンベアを動かしておかないといけなくなってしまうので、レイテンシー時間が長くなっちゃうんですね。で一方、ミキサーを使用しないような感じですと、オーディオトラックのベルトコンベアをあらかじめ止めておくんですね。で止めておいたときに、まあ、音が鳴る一番近いところにポンとデータを置いておくとですね、そこに乗ったデータというのはすぐに再生がされるということで、まあ、なかなかちょっと楽器アプリ等とは相性は悪いんですけども、そういったところでもレイテンシーの時間を削減できると。まあ、デメリットはですね、オーディオトラックに限った話ではないんですけども、回のライブラリで使用できるその再生本数に依存してしまいます。まあ、例えばオーディオトラックある端末ですと28本しか作れないとかいう話もあってですね、28本以上は出せなくなっちゃうんですね。で2つ目はですね、レイテンシーを考慮して描画するということですね。まあ、今図で示したように1秒間左の図ではずれているならですね、じゃあ無理やり1秒間ずらして描画をすれば実際には合うじゃないかという、まあ、無理やりなやり方なんですけども、ただアプリケーションによってはですね、これで完全に気にならなくなります。でレイテンシー時間はですね、一応機種別に算出は可能なので、機種共通で対処は可能なんじゃないかなとは考えているんですけども、ただ、まあ、楽器アプリとかですね、即時のサウンド再生が求められるようなやつではですね、まあそもそもユーザー操作と絵が今度合わなくなってしまうので、まあ、そういうアプリだと解決は不可になってしまうんですね。でまとめとしましては、まあ、なかなか現状は解決が難しい問題です。まあ、こちらについてはですね、私もその引き続き調査を今進めているところで、なんとか根本的な解決ができないかなと模索しております。はい、で以上でですね、講演の内容は終了になります。で最後にですね、今 Android 向けに ADX Lite の SDK というのをクローズドベータで受け付けております。でゲーム機向けに出している ADX2 というのがあるんですけども、そこからある程度機能を絞り込んで、ただより使いやすくというところを重点的に置いて今やっております。で Android 上で簡単に音が再生できますのでですね、もし興味がある方いらっしゃいましたらですね、この講演が終了した後にこういうカードを私のところに来ていただければお渡ししますので、こちら持って帰ってもらうと受付が可能になりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、以上になります。ご清聴ありがとうございました。
洗いミドルウェアの、皆様の、お講演でした、ちょっと1分ぐらいの時で1つぐらいなら、質疑応答できるかなと思うんですけど、何かご質問とございますか。よろしいですか。機種依存というか端末によって、はい、違うように聞こえることがあるかと思うんですけども、はい、その差の吸収の仕方か何かありましたら教えていただきたいんですか。なるほど、そうですね、なかなか難しい問題なんですけども、例えばですね、弊社ですと、ADX2 のライブラリーというか、その2ライブラリー含めてイコライザーの機能が入っているんですね。なので、まあ、ある種その機種ごとの調整にはなっちゃうんですけども、最終的なそのイコライザーを例えば何かそのテンプレートみたいなものをいくつか作ってもらって、なんかその低音がちょっと出にくい環境だったら少し低音のところをいじってあげるとか、ある程度そのテンプレートを作っておいてイコライザーをかけることで、ある種調整は可能なんじゃないかなと思います。ちょっと限界はあるんですけども、ある程度吸収はできるかと思います。ありがとうございました。それではちょっとお時間となりますので、あと何かありましたらご質疑、聞いていただければと思います。それでは、この、皆様のご講演終了させていただきます。どうもありがとうございました。